コムキャスト NBC ユニバーサルユニバーサルパークスリゾーツユニバーサルクリエイティブユニバーサルクリエイティブはアメリカの NBC ユニバーサル参加のユニバーサルパークスリゾーツの子会社である。主にアトラクションやショー、エリアの開発などをメインとしている。ユニバーサルクリエイティブはコムキャスト参加の NBC ユニバーサルの一部門であるユニバーサルパークスリゾーツのマスタープランニング。 アトラクション開発、設計、エンジニアリング、プロジェクトの研究開発部門である。1968年から1997年まで、ユニバーサルクリエイティブは MCA 開発計画会社として活動しており、ユニバーサルパークスリゾーツのレクリエーション部門の一部として開発をしていた。しかし、1997年、MCA がシーグラムによって売却され、 ユニバーサルクリエイティブへと社名解明された。もともとはカリフォルニア州ユニバーサルシティに存在していただが2001年にユニバーサルオーランドリゾート付近のフロリダ州へ移転した。2011年にコムキャストは NBC ユニバーサルを買収したためユニバーサルパークスリゾーツ直属の参加企業となった。資格、視聴などを全てを刺激するようなアトラクションとなっている。 ユニバーサル・スタジオ・フロリダのマーベル・スーパー・ヒーロー、アイランド内に誕生し、2000年にはエンターテインメント協会からテアアワードを受賞した。また、多数の公開投票されたテーマパーク・インサイダー賞とスクリームスケープ・アルティメット賞を受賞している。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでも2004年にオープンした。ハリー・ポッターは、 アイランド・オブ・アドベンチャーのホグスミードエリアの一部として2010年6月にオープンした。人気のため2014年7月18日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンに2016年4月7日にはユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにオープンした。ありがとうございます。